結婚することに対して夢も希望もない人いると思うんですけど、本当に結婚って夢も希望もないの？という話をしたいと思います。こんにちは、赤井夫婦です。今日のテーマは何かというと、よく独身の人で結婚することに対して夢も希望もない人いると思うんですけど、本当に結婚って夢も希望もないの？という話をしたいと思います。よくですね、結婚の話をするときに分かりやすい例えをしてるんですね。それはどういうのかというと、旅行に例えてるんです。あなたは海外旅行と国内旅行どっちが好きですか？海外旅行、国内旅行ありますよね。どっちが好きですか？国内旅行の最大のメリットは何かというと、便利なんですね。日本国内で旅行するっていうことはどういうことかっていうとですね、何かあったら24時間365日空いているコンビニエンスストア、コンビニがすぐそばにあるんです。よっぽどもう僻地に行かない限り、まず主要都市の旅行した時コンビニありますよね。これが国内旅行の最大の良さ。じゃあ反対に海外旅行の良さはどこかというと、海外旅行の良さっていうのはそこでしか見れない景色が見れますよね。これが海外旅行の最大のメリットです。じゃあ海外旅行のデメリットは何？これはですね、コンビニがないんですよ。いつも行ってるコンビニがないんです。これが最大のデメリット。ただ海外旅行のメリットは何かというと、国内旅行では決して見ることができない風景や経験を得られるということなんですね。このことからどういうことかというと、結婚生活っていうのはですね、海外旅行なんです。独身生活っていうのは国内旅行なんです。こういうふうに考えてみると、いろんなことが見えてくると思うんですけど、独身生活便利ですよね。なぜなら国内旅行だからです。海外旅行不便なことはある。ただ国内旅行では味わえなかった体験や、そこでしか見れない景色を見ることができる。まさにこれって結婚生活じゃないかなというふうに思うんです。なので、もし結婚生活に夢や希望もなかった場合、国内旅行なのか海外旅行なのかの違いで見てみると、全く違った見方ができるかと思います。ちなみに僕は結婚してからですね、本当に毎日海外旅行に行っているような感じでですね、奥さんと結婚したことによって、全く今までの独身生活で得られなかったような知識や経験や、いろんな景色を見ることができました。これからも実際の海外旅行も行きますけど、毎日の結婚生活がまさに海外旅行みたいなものなので、これを十分に満喫して堪能していこうかなというふうに思います。なので、もしあなたが独身生活の方がいいよな、結婚生活って夢や希望もないんじゃないのと思った場合、考えてほしい指標としてあるのが、それは国内旅行ですか、それとも海外旅行ですか、あなたはどちらの旅行が好きですかということをベースに考えていただくと、また違った形で結婚生活についての見方ができるのではないかと思います。質問やコメントなどありましたらしていただけると嬉しいです。アイフークでした。じゃあねー。